ウラッハ公爵家の紋章、ウラッハ公は、ドイツのビュルテンベルク王国において創設された公釈八1867年3月28日、ビュルテンベルク博ビルヘルムに与えられた。継承は、セレネ・ハイネス総統。ビュルテンベルク家の所流、ウラッハ家として言及されることもある。初代、ウラッハ公となったビュルテンベルク博ビルヘルムは、ビュルテンベルク公フリードリヒに世。 オイゲンの四男で、初代ビュルテンベルクオーフリードリヒ一世の弟である、ビルヘルムが、トゥンダーフェルトローディ男爵夫人、ビルヘルミーネとの寄贈結婚で儲けた六人の子供の、うちの一人であった。初代、ブラッハ公ビルヘルムは、テオドランドド・ボアルネとの最初の結婚によって、カトリックに改宗し、またフロレスティーヌ・ド・モナコとの再婚によって、1918年に、 起きたモナコ公国の継承問題に、ウラフ派公爵家を巻き込むことになった。ビルヘルムの長男で、第二代公爵のビルヘルム・カールは、1918年に一時的に、リトアニア王に選出され、ミンダウガス2世を名乗った。ウラフ派公爵家は、現在、初代公爵ビルヘルムが再建した、リヒテンシュタイン城を居城としている。ウラフ派公爵夫妻以外のウラフ派公爵家の人々は、 ウラッハ公尺及びビュルテンベルク伯爵の称号で呼ばれる。ありがとうございます。